魔法使いのテクノロジごきげんよう、ガラクタやオルドです。というわけで今日は、ヨーカド行ってきた時にこいつが見つかったんでこれを買ってきました。ちなみに財布の中身はいろいろとやばくて、ですね、少なくともドライブとゴーストのプログライズキーがすでに発売日に買えないことが確定してて、さらに言うとメタルクラスターホッパーでしたっけ、新しいやつ、メタルクラスターも金額的に買えるかどうか危ういんですよね。いやー、やっちゃったー。いや、自分が財布の中身見ずにバカすか買い物したのもそうですけど、最近フリマの売り上げが良くなくて、いやー金がない。いやー、やっぱりな、どっかで逆転のチャンス欲しいな、金銭的な。1回のお祭りでブワーって売れるようなお祭りとか、そんなお祭りは3月までないんですけどね。いやー、2月寒いですね、想像以上に。いやー、寒い寒い。というわけでシール貼り終わりました。嘘、ゆるゆ、え、ゆるくね。うっそやろ、え、ゆるすぎじゃね。あれ、食感ってこんなにゆるかったっけ。がっつり止まってんな。となると何が原因なんだろう、なんでゆるいんだろう。まあ、いっか、鳴らします。相変わらず元ネタわかんねえな。いや、俺がただ単にデラックス玩具持ってないだけか。いや、わかんねえ。元ネタなんだろう。いや、じゃあベルトで遊んでいきます。Called the final hope.